こんにちは、パタヤチャンネルです。今日はですね、パタヤのコンドミニアム内のウイルス対策がどんな感じでされているのかなというのをですね、ぜひご紹介したいと思います。はい、ではまずですね、入り口の外の広場になるんですけれども、以前はですね、こちらの方、ダイニングテーブルみたいな6人掛けのテーブルだとか、横並びになっているベンチだとか、そういったものがあったんですけども、今はですね、ちっちゃいテーブルで2人掛け、まあ、2人が向かい合う程度のですね、椅子になったりという感じで、隣との間をですね、結構空けてるような感じで、スペースを取って椅子が設置されるように変更されました。はい、あとですね、こちら入り口の方になるんですけれども、一応注意事項がですね、こういった形で貼ってあるんですけども、何かと言いますと、まずですね、一つ目は、外からのですね、お客さん、ビジターは立ち入り禁止という形になっております。はい、続いてですね、住んでる方、外に出る場合は必ずマスクをしてくださいというこちらの方も案内になっております。現在はですね、外出するときは必ずマスク着用という、まあ、法律の方もできておりますので、まあ、こちらの方はですね、コンドミニアム内、外、関係なしにしなくちゃいけないものとなっております。はい、こちらのロビーもですね、ある日突然ガラッと変わりまして、前はですね、大きなソファーとかがあったんですけども、今はですね、ツルツルの、革製のですね、一人掛けのソファーに変更になりました。はい、で中に入るためにはですね、こちらの方で体温を測ってもらって、手を消毒して中に入るという形になります。ちょうどこの時はですね、すぐ出た後だったので、特に測られなかったんですけれども、こちらで測ってから中に入ります。はい、こちらがエレベーターホールになるんですけども、下の方にですね、ラインがついてまして、このラインに沿って並んでくださいというのと、あとこちらですね、消毒液の方がこちらの方にも置いてありまして、入り口のところとここで消毒ができるという形になっております。で、この消毒ですね、前見たらですね、値札が貼ってありまして、1本280バーツと書いてありまして、だいたい1000円ぐらいするやつですね。高いのを買ってわざわざ置いてくれているというものになります。うちのコンドミニアムは基本的に観光客がいないところになるんですけども、さらにですね、今は泊まってる方もほとんどいないのですごくガラガラなんですけども、一応決まりで一つのエレベーターで4人までとなっております。はい、エレベーターの中に入りますと床にですね、一応スペースが4つに分けられてまして、これ4人までという形になってます。で、ボタンの方ですね、こちら見にくいんですけれども、透明の抗菌シートが貼られてます。で、こちらの方もですね、ちゃんと消毒液もついてます。これ見ていただくと分かるんですけれども、前の2列は前を向いて、後ろの列の人は両サイドを見てくださいという形になっています。で、こちらの方がですね、一応こういった形で対策してますよというのが書かれています。はい、で実際ですね、どんなことが書かれているのかと言いますと、まずですね、リフトのボタンと、あと中の掃除1時間ごとにやりますよとか、あとドアの取っ手、公共の場所の取っ手ですね、1時間ごとに掃除しますよと、あとジムの掃除だとか公共エリアの除菌、入り口で検温しますよとかですね、あと公共エリアに消毒液を設置しますよと、あとリフトの間隔が空けるように気をつけますよと、あとスタッフ自体も検温したりマスクしたり着用して対策してますよということが書かれてあります。はい、続きましてジムとプールのですね、現状をお伝えしたいと思います。はい、一応こちらにですね、もうはっきりとクローズしてますよと書かれてるんですけれども、まずですね、こちら真正面がジムになります。で、開いてるなと思ってですね、入ってみたんですけれども、中までですね、行けてしまいました。ただですね、これなんで行けたかと言いますと、掃除のおばちゃんがですね、掃除してまして、そういったことがあって開いてたというだけで、実際は使うことができないという形になっております。で、こちらのプールの方もですね、はい、ゲートがこちらの方で設置されておりまして、これ以上行くことができないという形になっております。現在、プールの方も使用禁止となっております。はい、続きまして、最上階にあります公共エリアですね、こちらの方を見に行ってきました。
で数日前まで入れたので今日も入れるだろうなと思って椅子のスペースの広いところをですね撮影しようかなと思ってきたらですね、現在はクローズされているという張り紙がしてありまして、入ることができませんでした。はい、こちらすごく景色がいいですし、好きなスペースなんですけれども、現在は使用することができないとなっております。はい、以上がですね今僕の住んでる建物の様子になります。でついでにですね、友達のコンドミニアム行った時に少しだけ写真撮ってきましたので、その様子もほんのちょっとだけご案内したいと思います。はい、こちらもですね大変見にくいんですけれども、エレベーターのボタンを押すところに抗菌シートの方が貼られておりまして、こちらの方からですね、感染するのを防ぐという対策を取っているというものになります。こちらもですね全くうちと一緒ですね。続きましてリフトの方もですね、同じく4人までとなっておりまして、これもわざわざですね向きを指定してありまして、お互いが向き合わないような形で乗車してくださいというですね形で案内がしてあるというものになります。他のですねコンドミニアムとかもですね、だいたいほぼこんな感じでですね案内の方をしてるんじゃないかなと思ってます。はい、ではですね最後にぜひ皆様にですね見ていただきたい画像の方があるんですけども、現在ですねパタヤ市内では至るところで、ボランティアの方々によってですね食事が作られて、それを無料で配ってるというところがですね本当に至るところにあります。別にですねお金持ちでお金が余ってるからというわけではなくてですね、多少ですねお金に余裕があるから、食べれない方にですねこういった形で配ろうというところが本当に多くてですね、すごく感動させられます。やはりこういう姿を見るとですね、タイに来てよかったなとかですね、タイ人の友達多くて本当にですね誇れるなと、そういったですね気分にさせてもらえます。すごくですね悪いニュースが多いんですけども、こういったですねこういった大変な時こそこういったいい話もあるんだよということをですね、ぜひ皆さんにもお伝えできればと思いました。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。